本当長い人種だったな。まったくだ、俺らもヘトヘトよ。桐生さんは平然としてますよね。やっぱ物がちげえわ。そんなことはない、意地張ってるだけさ。ならさ、一杯引っ掛けて英気を養うってのはどうすか。氷は冷蔵庫に入ってる。グラスは3人分くらいはあるだろう。やりお、あるある、グラスは俺持ってくよ。おう、サンキュー。さっきはよくこらえたな、富澤。俺もそこまでガキじゃねえっての。朝は病の子分だったのに、今はお前らと一つ屋根の下。挙句あの第五地区に突入か。人生何が起こるかわからねえな。おい、妙なことに巻き込んじまって悪いな。バカ野郎、巻き込まれたんじゃねえ。俺は俺の人生のけじめをつけるために行くんだ。それにお前らに人生変えられて、その上命まで救われちまった。ここまで借り作ってとんずらこけるほど俺も落ちぶれちゃいねえんだ。迷惑と言われようが俺はついてくぜ。ありがとうよ。だけど本当に後悔してねえか、病と手を切ったこと。焚きつけたのはお前だけど、決めたのは俺自身だ。もともと病一派に加わったのも、奴らから借りた金が返せなくて取り込まれたんだ。そんな風にずっと流されるまま生きてきて、こんな年になっちまった。年なんて関係ねえって。今からだって十分やり直しが効くさ。そうかな。ああ、俺なんか18年懲役食らってお勤め終えたのは40過ぎだぜ。でもそっからの人生、ああ、そうだな、ああ、すげえ楽しいよ。だからきっとトミー、おめえも大丈夫だって。なんだよトミーって。いや、富澤だからトミーだろ。かだっせえあだ名だな。やめろよ、こっぱずかしい。え、おいいじゃねえか。ねえ桐生さん。お前のネーミングセンスは知らんが、やり直しはきっと効くさ。そいつが一生懸命に生きりゃきっとな。すんません、話に熱中しちゃってた。桐生さんもロックでいいですか。いや、俺はこれがいい。ただ物事には終わりがあるってことも知っておくといい。やり直しは効くが、それは遡るってことじゃねえ。人の一生はどこまで行っても一筆書きだ。だから一瞬一瞬を一生懸命生きられる。頭じゃ分かってたつもりだったが、身に染みたのは俺もつい最近だ。桐生さん、なんかあったんですか。ああ、お前らには言っておいた方がいいだろうな。俺はな、ガンなんだ。余命半年とそう言われてる。
何やってんだ。やばい、なんか漏れてる。あんた大丈夫か。マッチが。ダメだ、気をつけ。そこは廃炉中の原発から出る放射性廃棄物の一時貯蔵庫でな。フォークリフトの運転手は急な発作で不可抗力だった。バカ野郎、めっちゃしやがって。あといいから早く離れろ。ドラム缶に入っていたのは汚染された土やら使用済みの機材、防護服だ。放射性廃棄物の危険度としては低レベル、直ちに人体に影響する数値じゃないってやつだ。だから必ずしもあの事故が俺の病気の原因だったとは言い切れねえ。でも何だって桐生さんはそんな現場に。原発って。俺は裏社会を抜ける条件としてもう日の目を見ないと誓った人間だ。周りの大事な人たちを巻き込まないためにもそうするしかなかった。するとその後の人生でやれることは限られてくる。それで原発の廃炉作業ですか。ああ、自分から志願したんだ。大道寺の人間にも断りを入れてな。あそこは今誰かがやらなきゃならねえ仕事へ真っ先に足を踏み入れる連中の世界だ。俺もそんな奴らの一人になりてえと思った。そうでもしなきゃ自分が腐っていくのを止められなかったんだ。他のやり方は思いつかなかった。ほら、格がないんだな。じゃあ本当なんですね、余命半年ってのは。ああ、変に気を使わせちまうのは避けたかったんだが、お前たちには伝えておいた方がいいと思ってな。いや、でも全然そんな風には見えないっすよ。ああ、無理が効かないわけじゃない。だが無理をする状況は選びたくてな。あ、だから茜さんの家で病とやり合うのを避けようとしたんすか。ああ、だが俺はもともとそんな喧嘩っ早いわけじゃねえぞ。マジかよ、桐生さんがガンだなんて。ならあんたこんなことしてる場合じゃねえだろう。早く医者に診てもらわねえと。とっくにやってるさ。だが俺の場合もう転移が進んでて手術でどうにかなる状態じゃない。抗がん剤治療を気長に続けるしかねえんだ。だからってよ、そんな体で何もこんなこと。大道寺一派ってのがこの仕事をやらせてんですよね。そいつんとこ連れてってくださいよ。春日、俺が話つけます。春日、それは違う。俺が今ここにいるのは俺自身が決めたことだ。大道寺一派の命令で仕方なくでも
お前に巻き込まれたわけでもない。じゃあなんで。静かに余生を過ごすのもいいだろう。だが俺は残された時間を少しでもやるべきことに使いたい。なんだよやるべきことって。大道寺一派の仕事かよ。そんなこと言ってあんた治療から逃げてるだけじゃねえのか。シャワー先に使うぞ。誰がベッドを使うかは後でじゃんけんだ。マジかよ。おい春日、大丈夫か。ああ、あの人が人間離れしてるのは知ってるけどよ、さすがに無茶だぜ。ガンなんてよ。シャワーから上がったらもう一遍病院行くよう説得しようぜ。この辺のでかい病院知ってるからよ。いや無理だ。キリュウさんは誰も止められねえ。え？キリュウさん、あん時のおやすさんと同じ目してた。また明日な、イジ。そうか。あん時もおやすさんは覚悟決めてたのかもしれねえな。何言ってんだお前。いや俺もうまく説明できねえんだけどさ。だが桐生さんがああ言った以上、俺らにできることはただ一つ。速攻で仕事片付けて1秒でも早くあの人を病院に放り込むことだ。だろ。なんだよお前だけ分かりやがって。ああ分かんねえ。死んじまったらどうしようもねえじゃねえか。さて、じゃあ行くか。なんだ、まだ怒ってんのか、カズが。そうじゃありません。そりゃ、急でびっくりはしましたけど。いらん心配をさせたくなかったんだが、すまないな。かえって気を使わせちまったか。そりゃそうですよ。でも、キリュウさん、ん？話してくれてありがとうございます。知らずにいて、もしこの先キリュウさんに何かあったら、俺は一生自分が許せなくなるとこだった。本当のこと言うと、俺はやっぱり今すぐあんたを病院にでも何でも連れて行きて。でもキリュウさんの頑固さも分かってるつもりです。だからもうちょい俺らを頼っちゃくれませんか。頼る？いきなり桐生さんを病人扱いするつもりはねえけど、せっかく俺らがいるんです。もっと俺たちに頼って甘えてくださいや。そうすりゃ桐生さんも変に無理しなくて済むし、俺らも嬉しいね。おう。そうか、わかった。ああ、そうすることにする。厄介かけるがよろしく頼む。富澤、春日。しゃあねえな。な。まあな。でも、喜んで。じゃあ、改めて行きましょうか。そうだな。約束の時間までまだある。何が待ってるかわからねえ。しっかり準備していくとしよう。
富澤、この辺で買い物するならどこがいい？そうだな、アナコンダショッピングセンターかな。第五地区から近いし、あそこなら何でも揃うんじゃねえかな。よっしゃ、じゃあまずはそこで買い出したい。